ごっこのまないとびっくりしちゃうんだけど。予約入れとったの？私は入れたよ。よし、ここの方にもなんていうか、ここのこんばんは、やっほーん。ここの方、ここはご飯作ってます。 OK、 よし、こんばんは、やっほー。イミニー先生お疲れ様です。お疲れ様、こちらこそ。で、この時間前の今前髪巻いてるだけなんだけどね前髪巻き中、来てるじゃん、来てるよ。こんばんは、コッコは今ご飯を作ってます。よ、はい、ケイコッコ。そうだから、ね、こっちも始まってるのコッコのショールームも始まってる。そう、どっちも同時配信だから。そう、同時配信。眉毛かわいい、ありがとうジンさん、くまちゃんありがとう。くま、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 わーって楽天さん、くまちゃんありがとう。くま、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 ありがとう、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは、こっこです。眉毛も上げてるの好きだわ。ほんと、うん、かわいい、うん。ことあげよ。今度あげよ。やばい、単純だよ。はい。ここトロコッコのんちゃんで明日尾道行きます。そうそう、行きます。田中さん、トロコ、田中さん大人っぽいんじゃなくて大人だよ。こんばんは。今日の田中の髪型好きだって。ポニーテールの日はうちだけだってよ、そこのあれ。キャリー入れるんだってすまさん。コッコは今ご飯作ってる。何作ってるのかはどうぞ。もう言っちゃった。シチューでした。シチューです。楽しみ。人の温かみを感じる瞬間だね。そうです、今は前髪巻いてんの。こんばんは、おい、お手伝いしてください。それは考えとくね。トロさん、両親、こっちからも聞かれちゃった。うん、クロブさんは料理はねあんま得意じゃない。そうなんですよ。あら、トロちゃん、どうもすいません、びっくりしてるでしょ。そう、私もびっくり。なんで私がコッコの配信にいるんだろうと思って。私もびっくりだよ。シューズマットかっこよかった。ありがとう。眉毛いつもより濃い。あ、いつもより濃いかも。超でちトロコッコ推しにはたまらん。あ、トロコッコ推しいるの？マジ？トロコッコ推しっておらんくない？あんまりいないよね。いないの、トロコッコ推し。いないよ、みんな推して。そう、トロコッコ推しいないの。そうなのよ。いるんだ。ありがとう。いたよ今。トロコッコ推しとして嬉しいって書いてて、そう、トロコッコ推しいたっていう事実にびっくり。あれ、テーブル、あとテーブルないから今、パソコンじゃなくてテレビ台の前でしてる。そうなの。あんまりっていうかいないよ。好きよ、ほんと？ありがとう。うん、こっちの声なくせトレンチコッコ好き人間嬉しい。お、ありがとう。そう、こっち、あ、こっち見たらカメラ目線になるかも。どうも、田中さん、そして田中さんご飯作ってる。田中いるよ。いるよ。田中いるよ。田中いるけど。田中いるよ。そうだよ。今日どうでした？今日楽しかったよ。でもなんかね、ゆみ子の
お父さんの手紙面白くてさ。分かったな。なんか涙がね、ちょっとねうるってしたんだけど、昨日ほどじゃなくて。そう、面白いポイント。前髪これ取ったらすごいことになってんだろうな。ちょっと横にしたいとこではある。どうやって横にしようかな。いつもと眉毛、眉毛はいつもと一緒。ちょっと濃いか薄いかの違いか。そう、充電、いや iPhone の充電はあります。そう、今日はドラゴンボールの一番くじ引いてきた。そう、すっごい引いてたよ。いや、3回だけよ。3回引いたよ。そう、フィギュアがどうしても欲しかったんだけど、いやでも絶対いつか引き当てたいと思うけどね。とりあえず色紙とお皿とコップが当たった。使う？お皿？コップ？お皿？お皿？ちっちゃ。小皿コレクション。かわいい。当たった。ちっちゃいじゃん。そう、E、A、B、C、D、E、F、G、H、I、G と H。歌うのね。F、G、H が当たりました。所持金2000円もないやろ。引き出しました。お金を引き出しました。1日あって、はい、ということで今からこれを開封したいと思います。はい、好きなキャラクターはごはんくんとトランクスなんですけども、皆さん見ててね。それがね、トランクスいないんよね、これで。フリーザとセルと、あのコッコに似てるギャラクターなんて名前だったっけ。エジェルじゃないや。なんて名前だったかな。なんて名前でしたっけ、コッコに似てるギャラクター、なんか大きいやつ。じゃこの種類、この中からね、この中からあるの。じゃあ今から開けたい。じゃねんばじゃないよ。じゃねんばじゃない。じゃねんば似てるやつなんだっ。いや、開けます、とりあえず。違う違う、コッコ似てるの、これ、これだって、これこれ。よし、では開封です。いきます、じゃん。あー、セールなんだけど、ふざけんな。何それ。もう最悪、本当に。いや、嫌いじゃないけど、別に好きじゃない。え、なんでここで悪役なの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 種類のうちのさ、悪役さ、3人しかいないのに。最悪。面白いものいらないし。いらないくないけど、全然嬉しくないし。悔しい。もう一回引きに行きたい。行く？行きたい。ちょっと。孫悟空。似てるでしょ。孫悟空。シチュー美味しそうだよ。コッコに会いたい。セルイケメンじゃん。セルイケメンよ。顔だけしたらね。色が気持ち悪いな。セルはね、シルエットが悪いだけで、ご飯くんとかと顔一緒なんですよね。そう、顔は一緒、ごはんくんと。私ごはんくんとトランクスが好きなの。ごはんくん欲しかった。まあこんな感じでございました。あ、ジレンだ。そう、ジレン、ジレンだ。コッコに似てるの。エジェルじゃなくてジレンだ。そう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 、目がね大きいからね。コッコの料理してる姿を写してだって。写していいの。コッコちゃん、コッコちゃん、はい、コッコの料理してる姿を写してって。いいの、写して。
配信してるじゃん。いいの、じゃあ映して、じゃあコッコの部屋が映らないように頑張って持っていきます。じゃあ待ってね、ちょっとじゃあ順番向こうね。じゃあちょっと先コッコ推しの人にからいきますね。順番向こう。してるんで今ちょっと放置中。恥ずかしい、見てこの格好。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいんだけど。ちょっとインしてる上に名札ついてんだけど、恥ずかしい。うん、いや違う、上着着てた。恥ずかしい。じゃあちょっと今度はここトロちゃんルーム行きます。はい、トロちゃんルームの皆さんこんにちは、田中です。どうも田中です。ほら見てよ、しっちゅだよ、しっちゅだよ、もうできたよ。はい、田中の料理配信です。もうできたんですかね。できたよ。濃いかも、でも味、濃い味好き。そう。うん、私いつか多分塩分取りすぎで塩になる。高血圧。高血圧。はい。こんな感じです。じゃあできた。できた。あ、できたって。イエーイ。次分けるわ。楽しみ。放置してごめんね。どうも。今日は公園は。楽しかったです。楽しかったよ。いい公演でした。うん、ててありがとう。いい絵よいよ。コッコの方が画質悪いの？そう、私から見たら今コッコの方が画質いいのに。あら、ちょっと恥ずかしかった。お、完成しました。イエーイ。じゃーん、じゃーん。本当に机ないからさ、床で食べるんだよ。それの机欲しかったよ。うん、シチュー、コッコシチューです。はい、わーい。ちょっとスクショして、みんなこぼれるよ。はい、スクショしてください。めっちゃの家がじゃーん、じゃーん。全然見えんかった。熱そう。どうぞ。はい、ありがとうございます。本当に机ないの悲しくない？机ない、なんで机ないの？買ってないから。買わないの？うん、なんかいるものってすぐ買うじゃん。でもいらないんだろうなと。え、いるよ。ご飯いるって言ったっけ？ご飯いる。これだけどいい？うん、これ、うん、うん、いる。シチューにご飯かけないの？は？あ、違う、ご飯にシチューかけないの？かけんよ。え？あんまり別にカレーじゃないんだから。え、ご飯にシチューかける家庭なんだけど、私の家は。かけないんですか、皆さん。なんかそこまでかけなくていいかなとか。ご飯にかける人どう？え、かけない。かけないって。あ、かける人もいる。私はかける派で。かけない。何で食べるの、じゃあシチューって。え、シチューそのまま食べるの？え、美味しそう。でしょ？うん、美味しそうだよ、皆さん。いいね、料理ができる女子っていいね。意外だよね、うちが料理できるって。うん、私だって頑張ればできるよ。泥だって作れるぞ。それテーブルにした。そう、本持ち。絶対そうだ、ゴミ入ってるって。怖い、怖い。その筒の中入ってたよ。ゴミ入ってたでしょ。汚かった。ほら、レシートとかいっぱい入ってる。トロも作りたい。ご飯作ってよ。でもあれじゃん、オムレツかなんか美味しかったよ。でしょ、うん、ほら。
腕えほら俺作ったんや一回めっちゃ丁寧だもん作り方がね、うん、美味しい。ほらちっかコッコが泊まりに来た時朝ごはんで、そう朝ごはんでね、朝ごはんを作ってくれるんだよトロが。そうだよえお米あったその時。えお米はね、うん、あったかも。お米あった。ほらお米炊いてたでしょ。炊いてた。ほら奇跡すごい。私がお米を炊いてオムレツ作って朝ごはん。熱いご飯炊き。どうよトロの聞いた今聞いた、ね、ご飯あれ以来本当。わーい。ダブルで熱い。私多分コッコにが泊まりに来てお米炊いた以来お米炊いてないと思う。一回も。マジだかな。炊飯器はあるんだけどさ。なんか前まではね丁寧だったけど最近自由だよ。なんかもうめんどくさくなって、ね。最近自由だよ。お米を炊くのが。ほらよ。炊いても食べない。ありがとう。くすげえ不安定なところにいたの。じゃあうちも食べる。うん。よこいしょ。本当にこの部屋不便だよね。机がないからね。机買いなよ。頑張る。皆さんここに机を置いてあげてください。書いてから5個ぐらい来たらいかんからね。いやそれはいや1個でいい。で1人の人で、はい。お願いしますね。いただきます。はい。朝は濃いかも。せめてみかご。そこにランドボールいっぱいあるじゃん。うん。え、なんか。なかった。めっちゃお腹鳴る。すごい鳴らせるの？うん。美味しい。ちょっとね猫舌なもんでまだ食べてないの。あったまる。上的だよ。なんか今回の美味しいよ。うん。じゃがいも硬いかな。猫舌なんですよ。うん。うん。いい？うんうん。どう？うん。よかった。美味しいっす。うん。美味しい。久しぶりにシチュー食べたな。我が家はあんまシチュー食べないのかもしれない。マジ？うん。やったー、美味しいって。何が入ってる？玉ねぎと人参とじゃがいもと肉。うん。トロも手伝ったら美味しかっただろう。いやいやいや。人に作ってもらうっていうのが美味しいよね。したくないな、うん、おいしい。ここポイントはってないない普通に作ったないらしい。ごま油で、私ごま油大好きだから。ごま油入ってるの？うん。だってバターなんか高いじゃん。あ、バターの代わりにってこと？なんかバターの方がコク出るけどさ、うん、高いからさ。ごま油。熱っ。熱い。なんかはこれ、ね、受験生って感じだね。床でご飯食べる感じ。え、受験生？うん。受験生の時は床でご飯食べたこと一回もないんだけど一回もないんだけど。カレーじゃんそれ。ホワイトカレーじゃん。ホワイトカレー。え、カレー、かけないのご飯に、うん、マジ。何で食べるの？そのまま、うん、いつも、うん、いいね。まだ太んないね、そっちの方が。我が家はちょっと高カロリー族らしい。人参入れとる。うん、うまし。かぼちゃとか入れても美味しそうじゃない？え、絶対美味しい。秋の食事。いつごま油入れるんって？最初は肉炒める。うん。なんかか。ついにシチューにご飯かけた。え？かけるよ普通で。
パン買えばよかったね。確かにパンよりご飯派よ私は、うん、美味しい、うん、いい。なんか史上最強の美味しいのできた。めっちゃ美味しい。ちょうどいいよね味、うん、意外。チーズ入れてる。それ絶対美味しいでしょ。絶対美味しい。それしたい。あれか、シチューはスープってこと？うん。なるほどね。カレーは？カレーもスープ？あ、カレーはカレーだよ、うん。私シチューはカレーの白バージョンだと思ってた。ずっと。でもそうだよね。具は一緒だよね。うん、お肉何肉これ？豚。豚らしい。ブロック豚。めっちゃ細かく聞くね。誰？どんな人？夜ご飯そうあんま食べなかったね。ちゃんとうちがして作るよって言ったから。うん。そうだよトロブさん。いつもコンビニ飯だからさ。コンビニ飯だから嬉しい。関東はカレーは豚肉。そうなの、カレー何肉なんだろう。牛かな、うん、雨降ってる。ほんと？うん、私もうちゃんとご飯作ろうかな。料理飯やってよ。私めっちゃ時間かかるんよ。めっちゃ早かったね、ここ作るのね。うん、こっちパパパ。めっちゃ早かったよね、作るの。私ね、一回料理するってなったら超時間かかるの。うん、遅い。永遠に混ぜてる。一回グラタン作ったけどすげえ時間かかったからさ。グラタン作りたい。ちゃん作ったけどめっちゃ時間かかったんですけど、あんま美味しくなかった。固まらんくね、あれ。なんかね、もう胡椒の味だったの。もう作らんとこって思った。手際がいいのが料理上手。あ、なるほどね、なるほど。確かにクックパッド見たら作れるもんね、みんな。時間かけたら。私も時間かかるけど作れるもんな。オムレツ食べたい。結局冷凍食品しか。そうなんよ、グラタンもね、作るより冷凍食品で食べた方が美味しいし安いし、うん、自分で作ったならね、人が作ったらおかしいよね、うん、やるまではない。確かに片付けがね、うん、うまいよ。一人分やったら冷凍の方がいい。まあ、確かに一人だから作る気にならんのよ、多分。誰だって一緒に住んでたらさ、んね。なんかコッコみたいな喋り方になった、コッコだから。なんで？ね。ねって。ね。やだ。お、トルちゃん彼女にしたい。よっしゃ。最近彼女感なくなってきたっけな。ほう？うん。ちょっと最近彼女感がなくなってきたのが悩み。元からない人はどうすれば？この後の会で酒飲む。私未成年だって。うちも飲まないし。うん。確かに髪の毛が忘れてきて。そうなんよね、悩み私の。
うんうん、他に時間ある？本当？あります？うん。美味しかった。全然お腹いっぱいにならないんだけど。うん。なんか作ろうか。みんな結婚15年目くらいの感覚って、なんかもう彼女感じゃなくてもう嫁だと思ってるの？そういうこと？そういうことしとこう。なるほど、フラッシュボディ行きましょう。今日はどうでしたか？なんか公園、うん、うん、首がねリアルだけど、そうリアルで、ね、言うとね、首が痛いのね。痛めてたから、痛めてたから多分凝ってるだけ。あー、お腹いっぱいいっぱい。いいじゃん、アイスがあるらしい。さっきから。カノンも首がってた。みんな首ね、ちょっと振りすぎたんかも。うん。卵かけご飯見つけたよ、私。え、行こう。見つけた？うん。あった？うん。え、見つからなかったよ、なんで。うん。なんか卵かけご飯がどうしても食べたい時があって、うん、探したんだけど、お店を、ね、なかなか見つからなかった、ね、あったんだ。うん。今日はね、なんかあったかな。公園の時、そう、なんかトロボシだった人がトロブから支援してるうちわを見つけて、え、ショックだったの。今日？そうショックで、そうそう、数人いたからあれ、あの人私のこと押してくれてたのにってなって悲しいなと思ってちょっと落ち込んでたの、公演中に。そうで落ち込んでたら、そう、終わった後に公演が、その全く違う人が、あんたはアイドルだよって言ってくれて泣きそうになったマジで嬉しくて、嬉しいと思って、あんたはアイドルだよって言われたの、あんたアイドルだったよって言われて超嬉しかった、マジで。そんなこと言ってくれんのと思って、もう、そう、悲しかったんよ本当に。あの、違う人ね、教えした人じゃなくて違う人が言ってくれて、いや、私ちょっとなんかこう踊りなんかちょっと落ち込んでたから、あ、そっかそっかそっかって、そうよね、私なんてとかちょっと落ち込んでて、あの、いつもの、あの、落ち込みモードに入ってたんだけど、そう、こうやった後にタイトルだったよって言ってくれたことに対して、もう泣きそうだった、なんならちょっと泣いたかもしんない嬉しかった、めっちゃありがとう言ってくれて、そう、嬉しかったよ、あの一言に私は救われた、とっても救われた、だからお礼を言いたい。ありがとうルーですって感じ。ありがとう、うん、コインチュートロの人好き、ありがとう、レチーン、ココお片付けどんどん笑ってる、恥ずかしい、はい、私直ってもらってよ今。
まあ、シチュー食べて、うん、私が何にも手伝う片付けます、後で、うん、私ね、アイスぐらい買おうかなと思ったの、シチュー作ってもらったから、ここにアイスぐらい私が買おうと思ったけど、アイスここから買ってくれたから今日はマジで養ってもらってる食べる速度が違う。そうなのよ。いやね、私お米も食べてるから、うん、美味しい。ここね、ひもになろう、うん、もう甘えてるの今日ありがとう。ご飯とシチューいける。え、ご飯とシチュー美味しいよ、めっちゃ。普通よ。普通さ食べるよ。さすが妹感、私妹感ある？あんまり妹感はな、今まで出してきたことはないよ。私妹じゃなくてお姉ちゃんだからね、弟いるから。ちゃんが握ったお寿司食べてみて。ここでお寿司握れんの？誰が言ってる？誰が言ってる？まあピンクさん。誰誰？ピンクの人。ここちゃん お寿司握れる。でも家でさ、お寿司握った炙りサーモン作った。すごっ。妹と一緒に。すげえ。寿司食べたことない家で。さあさ買ったんだよ、バーナー、あのグアって炙るやつ。握ったのお寿司。ん、握ってた、妹と一緒に。おお、じゃあ握れるんじゃん。握れるんかな、うん、遊びさせたから、ね、これかっこいいね、この色紙。あれをこいや、いらないでも結構、なんかあれじゃない、結構、ね、これサイン書いたら取らん、自分変わってたのか。あ、こっちにサイン書いてそう裏に、そう、裏の白いとか、うん、バーナーがすごいね。え、私でも酢飯作れるよ酢飯作れるよ。作れないと思ってるっしょ。作れるって。これにさ酢かけ食べたら。え、ご飯にお酢はかけないわ。美味しそうじゃん。ご飯にお酢かけないよそれ酢飯じゃん。でしょ。だけどそうだけどそういう問題じゃないのよじゃないのよ。これ何でもらったんだっけ。これもとあれ当たったやつ、うん、結構違うねなんかうちもこういうのしたくなってきた。くじ、うん、楽しそう私もちゃんとご飯作れるようになろう。いや、みんなね、私舐めとるよ、ちょっとちょっと舐めてるっしょ私が、こいつ何にも作れねえと思ってるっしょ。作れるよ、なんかちょっと作ってやろう、今度作ったるん作ったるん作ったるん。やってるの見たことないから知らないかしら。え、こないともやし炒め作ったじゃんもやし炒めとエリンギ混ぜて作ったじゃん。美味しそうじゃん。小麦粉焼くのは、え、小麦粉焼くのも美味しいから。小麦粉にね、うん、水入れて溶かして小麦粉を、うん、それ焼いて、味ある、そう、味がないからポン酢か焼肉のタレかけて食べるの。それはいい、美味しいよ、お焼き。でそれさ、結構貧乏飯なんか食材買いに行くのめんどくさくて冷蔵庫に
だよ、おやき。なんかないかな、そういう。あのいろいろかけて試してみたの。何が合うか。ポン酢と焼肉のタレと何かけたかな、醤油と。なんでポン酢が一番美味しかった。うそ、焼肉のタレじゃなくて。うん、私はポン酢だったな。さっぱりが好きだった。うん、料理作りに行ってやりたい。もう本当ね、作ってほしい、本当に本当に作ってほしいよ。料理すること、違う、料理しないんじゃない、片付けがめんどくさいんだって。そう、何回も言うけどね、私は料理ができるわけじゃないんだって。片付けやな。片付けがめんどくさい。でも料理は片付けまでっていう、教えをさ、あの叩き込まれてきたから、ママに片付けせんぐらいなら作るなって感じだったから、じゃあ作らんとこって甘えたの、甘え。そう、片付けせんなら作るなってね、そういう教えを受けてきたものでして、片付けしてあげるから。ほんと？うん、料理配信したら料理配信するね。じゃあ呼んで、うん、するとき片付けに来てって、うん、何時に終わるから片付けに来てって、うん、マジで笑ってた。おもろい。うん、これ美味しいんだよ、完熟の。美味しいの、ここに埋まってた。だから開けてて、うん、閉じるもなかったから、うん、そこちょうどいいハサミ、テレビに挟んでた、テレビいいハサミ方だなと思ってテレビに挟んでた。うん、よく、うん、ごちそうさまでした。ごめん、芋あるよ、おかずにして食べる、食べていい。うん、何それ、はい、よくした。いいやん、貢献するから。うん、長芋、うん、長芋です。デザートじゃないよ、長芋だよ。あんみつじゃないよ、あんみつ、ご飯よ、しかもあんみつって面白い、うん、なんか醤油タレって書いてる。長芋です。長芋好きなんですよね。あれ、お箸どこしてたっけ。そうです、ここ、え、さっきぬか漬け食べてたから臭かった。ほんと、うん、どう、うん、うん、また明日、バイバイ。うん、うまっ。おいしいね、長芋好き。トロさん何が作れる、トロさんオムレツ作れるよ、だからね、うん、おいしいよ、ね、美味しかったでしょ、しほらオムレツ、ふわふわのオムレツ作れるんだから。めっちゃふわふわよ。そう、死ぬほど混ぜるからね、私卵もうメレンゲになるんじゃないかってぐらいだね。ちょっと前髪、前髪やば。もう巻いとこ、ずっと。うん、それうちも買おうかな、めっちゃいい。こっちもアイドル前髪一回でやりたいからさ、うん、してみな。うん、100均ではない、クラーさんに言ってたよ、これ400円ぐらいで多分。うん、信じてね、今度おめ作って、分かった、め作るね、今度。オムライス作れんけど、オムレツは作れるよ。オムライスは作れない、難しいじゃん、卵。うん、オムライスむずくない、オムライス難しい、オムライス、うち、ハイゴレーみたいだね。うん、後ろにお気づきだろうか。ハイゴレーが、包丁真ん中に入れたら綺麗にトラトラになる前作れますか。
あでもさ私が作るオムレツさ真ん中切ったらさオムライスになりそうじゃない？うん、確かに。ちょっとやってみよう今度。じゃあいいよ、そうですね、チキンライスの上にオムレツ乗せたらいいね。そうじゃん、その考えがあったね。そいつも巻こうとしちゃうから薄い卵に。卵焼き食べたくなってきた。え、私卵焼きめっちゃしますよ。作ってきて。え、あるの卵焼き。卵2個あるし卵焼きある。え、ほんと？じゃあ見とけよ。マジ？え、作ってきて。配信ちょっと見てようや。うん、捨てて。マジ？うん、マジ？うん、卵焼き作れるよ。ほんと待って、これ洗ってるから。あ、ゆれちゃん、見とけよ、トロブのショールーム見てる人たち。味付けは？ちょっと待って、これちょっと待って、みんな見たいっしょ、みんな見たいでしょ。なんかここら辺多分入ってるけど、なんか適当に焦って、見たい人。トロのどうしてこれ、どれこうどれ配信しようか。これ外カメしたらいけるやつか。よっしゃ、じゃあサクロちゃんが作っちゃうぞ。じゃあ作るって、ちょっと待って。じゃあまずトロのあれからね、ちょっと待ってて、コッコの方ちょっと学校外カメするよ。これどうやってするの、外カメ。これ名札もついてるよ、ちゃんと。本当だ、なってるよ。はい、これいいね。でもなんか待って、ちょっとこれ一回一瞬持っててくれん、ここね。ちょっとまだ持ってて、ね。はい、トロブのトロスブさんの卵焼きクッキング。はい、いや本当に作れ、もう1年ぶりぐらいに作る卵焼き。1年半ぶりぐらいかも。ちょっと待って、トロが、はい、卵割ります。あ、卵割ってます。殻入ったらしい。で、もう一個あります。はい、割ります。なんかこの卵さ、割りづらくない？この卵割りづらいよ。ねえ、はい、でも難しいな、二台持ち超難しいんですけど。でさ、コッコのファンの人には全然需要ないけどね、ごめんね。いやいや、めっちゃいいよ、めっちゃコメントいい感じって書いてある。ほんと？はい、じゃあトロちゃん混ぜます。混ぜてるよ。ほらほら、見ろ見ろ、この空気を入れてる感じ。前髪、いやめっちゃこのやばくない、このオフ感、私のこの前髪巻きながら、うん、なんかね、めっちゃ彼女感って書いてあったよ。いや本当、うん、めっちゃドヤ顔で解けようんやけど、ふわふわしのせるの必要。はーい、はーい、マヨネーズある？ある、ここの冷蔵庫。はい、これね、マヨネーズを入れたらね、ふわふわになるんだって。マヨネーズって、そうそうそう、その前にちょっとこれを温めましょう。お、そっち呼びで大丈夫？うん、手引いてみたら熱さわかる。これ濡らしていい？それじゃない、え、どれ？これ濡らしていい？どっちが濡らしていい？どっちならいい？右、青、青、青、マヨネーズ入れすぎるなよ。はーい。甘い卵焼き？あ、私甘いやつ。甘いやつ。外ある？外あるよ。え、醤油あるね。うん。私目分量だから。ねえねえ、そんなでかい方で入れるタイプね。うん。うん。
れました。結構ちょっと待って、これ結構難しいね、二台持ち本当に。これね。あ、ついとるよ。はい、マヨネーズ入れました。マヨネーズを入れるとふわふわになるって言ってましたテレビで。お。ここ正直で味の感想頼むよ。美味しそうじゃん。まずくなることなくない？うん、確かに焼き方と巻き方よね。お醤油を投入しました。混ぜ上手だってでしょ、うん、混ぜるの手際いいってどっちのコメントにも書いてる。ここまでは美味しそうって、はい、美味しそうだよ。砂糖はあそこあの右の粉入ってる、右上あの一丁目のこれのその一丁目足これそう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 です。おーかわいい。どうやって入れるのこれ。スプーンないけどその端の裏のスプーンで、そうそう、これ砂糖、砂糖さ、な、舐めてよ。塩かも。砂糖の匂いする、うん、じゃあ砂糖、白い粉をいい、はい、我が家の砂糖で、あと我が家の作り方です。お砂糖どうなるんだろうね。頑張れ頑張れ。まだ解くの。めっちゃ解いとるよ。いやふわふわにするんだよ。もうふわふわにねしたいんですよ。ウィあ、こぼれそう。はい。お、あ、温めたフライパンに乗せるのね。そう、温めて、うん、タオルで一回冷やす。へえ。はい。熱、熱い。すごい、すごい湯気が出てる。はい、めっちゃ熱そうじゃん。ね、ひん曲がっとる。見てそこ。その網網あの見てそのごめん見てみんなここ暇がっちゃったごめん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 おもろい面白いあ面白い。なんで冷やすのだってフライパン。わからんわからんホットケーキ作る時のレシピ書いとる。卵焼きだけどこれは。うん。入れました。火の強さ弱火？弱火でしょ。一瞬どうやってます。こっからが勝負だからな。見せつけといけんみんなに。私のねルームのね充電 10% だわ。ね。この箸さ、ゴムだから難しい。あ、それはそのあれフライパンの、あ、これ、うん、それはいらん。それかも普通にそこの箸使ってもいい。一旦こっちの箸も使っていい、うん、うわお。やばいやばいやばい、油引くの忘れてた。え、あ、油を引いてないそう。スクラブレー、おもろい。本当に面白い。なんかちっちゃい皿あるよね。うっかりうっかりトロブが。面白い。うっかりトロブしちゃった。これがトロブ流。うっかりトロブ。やばい、ちょっと田中高校のルームごめんね。今充電がもう 10% で切れちゃうからトロルームに移動してください。ごめんね。ごめんね、コックルームの方、トロルームに移動、続きはトロルームでお願いします。ごめんね皆さん、ごめんね、トロの方にお願いします。めっちゃありついちゃった。
バイバーイ。ごめんね、 10% だから。ありがとね。マヒロックさん1位でした。ちょっとまた後ほどあれ聞くので。ありがとうございました。じゃあトロブルームでお願いします。はい、じゃあ。ごめんね、ギフトありがとう。マジか。さあ、ココルーム終了しました。さあ、じゃあ私が。本当に面白いね。面白くない。面白い。いやいや、なんかね、いいのが取れたって感じ。で、どうする？ティッシュ？ティッシュちょうだい。なんか。クソ、見せつけようと思ったのに。最初に失敗しちゃった。よかった、卵あんまり引いてなくて。よし、もう一回やり直すね。じゃあ、またやり直す。いい感じに冷えたよ。どう？気を取りな。そんなトロブさんが好きですだって。食べてるよ。ちょっと砂糖入れようか。砂糖入れようか。砂糖ね、こうやってちょっと味見したかったんよ。なんか一回ちょっとね、わざと引かんかと。わざとです。わざとです今のは、ね、今のは、うん、エンターテインメントだから。そうだね。エンターテイナートログだからさ。見とけ。お、混ぜてます。また混ぜてます。減ったな。また混ぜてます。すごい細いやつができそう。いつも何個使ってると思う？4個。4個？何個使ってる？2つでいつも卵焼きやってる。また油引くの忘れてた。危ない。油どこ？油、油、ごま油でしかやってない。あ、でもあそこにある油開けていいよ。いいの？うん、いろんなところに。ありがとう。開けますね。すごいちゃんと油があるんだ。料理する油を次はちゃんと敷いてます。キッチンペッパーない。キッチンペッパーじゃない。キッチンペッパーない。ない。じゃあティッシュでいいや。多分いいよ。はい、しっかりいきますよ。油引かんとね、そりゃダメだ。卵ひっくり返せんね。そりゃあしょう。じゃあ今から卵を敷きたいと思います。お、入れました。うお、大丈夫。今度はお、待ってますよ。面白い。お、お、お、ちゃんと剥がれた。お、剥がれた、剥がれた。全然シュール。あれ、おかしいね。最初はこんなもんよね。最初は大丈夫よ、そんな負けんくても。よし、はい、頑張ります。おかしいな。これちょっといいね、彼女感あるよ。本当？うん、みんな身長取るより高かった。やろ、こんな感じか。お、お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ほらほらほら、見たか。はい、お、いい感じです。めっちゃちっちゃいね。めっちゃちっちゃい。ちょっと細い卵焼き、細い卵焼きができてます。でもいい感じじゃん。ほら、で、まあまあ、最初、ほらほらほら。じゃあ行くぞ。よっしゃ、じゃあ、お、これでまた油を敷きます。はい、
コッコカメラマンになって、うん、ちょっといいよ、楽しいこれ、うん、はいはい、はい、じゃあ残りも頼むかな。2段階に分けるのかな、それは。分けないの？分ける分ける入れました。やばい、足りん足りん足りん。いつもとね、卵の量が違うけんね。そうなのよ、やばい、これラストこんだけしか残ってない1枚足りないだけで悲しいな。まあ大丈夫よ、これ入れたらいいんじゃない。おっと、今さっきのスクランブルブルを投入しました。分厚くなりそうじゃない？分厚くなりそうというあれで入れましたよ、うん、ちょっとずつ入れよう。うん、ちょっとずつ、ね、失敗しちゃうからね。なんで食感出るよ。それでも、そう、まさかのこれ投入します。はい。おっと、あ、いい感じですね。卵と卵のコラボレーションです。やべやべ、負けん。負けないそうです。うん。これダブル使いしない。そうね、うん、はい。ダブル使いします。おお、負けてる。え、綺麗。おーい、え、綺麗ですよ。おれおれ、ぽよん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 してる。おお、負けてます、負けてます。いい感じじゃん、いい感じじゃん、二刀流それよ。いいね。お、上手上手って。よっしゃ。色も綺麗だって。嬉しい。うまい棒サイズって。ちょっと。ちょっとね。ね、焼き色いい感じ。本当だよ。私こんな黄色い卵焼きになったの初めてかも。マジ？我が家の卵焼きはね、茶色いんよね。醤油とか結構入ったの？砂糖めっちゃ入れるからだと思う。お、最後の卵を投入しました。しゃー、いい感じです、いい感じです。はーい。おっと、問題発生。大丈夫大丈夫大丈夫。なんか三角三角の卵焼き、三角形新たな、あ、でも大丈夫よ。おお、いい感じ。おお、美味しそうだよ。あ、いい感じじゃん。めっちゃいいじゃん。いい感じ、できたできた。最後だなけ。おもろい、卵焼きでこんなに盛り上がるルーム初めてだった。なに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 。おっと、またなんか入れとりますよ。待って待って、このちょっと破れたところにあのスクランブルブルを埋め込んでます。そういうこといいのかな。わからないよ。じゃ。トッピング。あ、いい感じ。お、色。見て、このや、焦げ目がいい感じ。焼き目もいい感じ。ほら、できるじゃん、やれば。超コインめっちゃ。え、匂いいいよ。え、見て、めっちゃ綺麗。道具焼き。できたじゃん。できましたね。できたよ。じゃあ、あとはお皿に盛り付けるだけですね。はい、うん、めっちゃいい匂いだね。甘い卵焼きたい。はい、ということでこれを、はい、ありがとう。これを端っこに寄せて、お、
お店の卵焼きみたいって。ほらー。色がいいねーって。褒めてくれるね。これからこっからが勝負。こっからが勝負らしい。おっと、さあ、ほっ。そんな慎重に。そんな、どうやって。これ持ちなよ。これ持って。これ持ってほいって入れるだけ。そうそう、そこに、ここに近づけて。うん、全然そこ思ってたのと違う思ってたのと違うところに来ちゃったあ、面白い。こうね、そう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 、ほら、もうできました。完成、完成、イエーイ、やればできる子、ほら見たかちゃんと洗い物もするか。お、洗い物もするそうです、はい、お、ストローが、すごい音する。いや、熱いけどね。うわぁ、私ちゃんと洗い物します。お、パチパチパチ。いいよ、置いとって。ちゃんとします。洗い物をしてます。笑ってる。見せつけ、見せつけ、あ、クマが飛びました。クマありがとう。クマ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 、洗い物はね、結構家でするんよ。みんなちゃんとするよ。そうよ、あの、臭くても嫌だから台所でそんな嫌なことないから。いい匂い、早く食べたい。洗い物もしてます。熱くない？大丈夫？これ大丈夫よ。はい、私が洗い物する配信どうなの？そうね、配信なんかシュールやね、うん、いや、これいいね、人に撮ってもらうやつ、ね、そうだね、私も今度するね、うん、ここになんか作れたやつ、うん、いや、なんかね、これ楽しいよ、なんかカメラマンみたい、カメラマンみたい。ね、テレビっぽいよね。テレビっぽい？うん。トロちゃん、さらに好きになったって。うわーい、イエーイ。これ洗ったやつここに置く？あ、そこ入れとく。そうです、ただいまトロちゃんが洗い物をしております奇跡の瞬間みたいなとってなら、ちゃんと洗い物したよ。できました、洗い物終了、イエーイ、はい、お、はい、ちゃんと油も戻してます。砂糖、はいはい、どこやったっけ。砂糖は戻してました。お、はい、お、あった場所にちゃんとお、耳を捨てますと、全部あった片付けもしました。完成しましたイエーイ、卵焼き、おもろい、はい、じゃあ食べますよ。はい、じゃあ、あっちに、じゃあ移動します。はい、おー、おもろい、はい、ということで
トラちゃん卵焼き作りました。卵焼き作だよ。卵焼きのスクランブルエッグ添え。スクランブルエッグ添え。ただいま。はい、じゃあコッコちゃんに食べていただきましょうかね。どうぞどうぞ。あ、いただきます。まあ、まずかないよ。はい、どうぞ。じゃあスクランブルからいきます。スクランブルエッグからいった。あ、美味しい。美味しい。もう普通に卵ですね。じゃあ卵焼きから、うん、いきます。お、そうです、スクランブルエッグ入ってます。こんな感じでしょ。スクランブルエッグもちゃんと入ってるよ。ちゃんと卵焼きだよ、ほらほらん、美味しそう。あーくん。おいしい。美味しい、うん、甘い。甘い。え、好き。やったー。いや、ほら、ね、私ね、我が家ではお墨付きもらったんじゃけん、卵焼きは。うん、そうよ、パパと弟に。うん、母が好きだわ。ママのやつより美味しいって言われるんじゃけん。え、本当に美味しいよ。すごいちっちゃいね、この卵焼き。はい、いただきます。ちょっと熱そう。そんな大丈夫。どやどや。うん、美味しいね。普通に卵焼き。うん、本当に好き。ね、見てサイドめっちゃ綺麗じゃない。サイドめっちゃすごい綺麗で、焼き目がほら綺麗。わー、綺麗でしょ。卵料理得意かもしれない。じゃ卵焼きとなんだっけ、オムレツ。マヨの味はねしないよ。マヨはね入れたらふわふわになるってテレビで言っとったよね。おいしい。幸せ。美味しゅうございます。食べんの？うん。食べていい？うん。ということで卵焼き完成しました。トロブ。大成功。私は長いの。あれやね、埋め込んだの分からんね。分からず食べた。うん、うん、うまっ。うん、お腹乗った。お腹ずっと消化してるんだね。ということでトルちゃんのお料理配信でした。おごちそうさま。どういたしまして。すげー。あー、美味しかった。はい、はい、ポンタさん、クマちゃん、2頭ありがとう。クマ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 ありがとう。サイちゃんさん、クマちゃんありがとう。クマ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 ありがとう。お、いちおさん、くまちゃんありがとう。くま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 、ありがとう。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。くにゅさん、しゃんくんさん、うっかりあんこさん、さいちゃんさん、しゃんくんさん、ぶっちゃんさん、けんさん、ゆうさん、れいちゃんさん、しゃんくんさん、いおりさん、いしけんマシンさん、こうすきさん、しんティーンさん、なめろうさん、たきおんさん、
シャンくんさん、かぼちゃありがとう。パンプキン、パンプキン、パンプキン、ありがとう。では誕生を読もうかしらね。あと待って、れいちゃんさん、ぽんたさん、なめろうさんと、ぽんたさん、まちんじじいさん、ギフトありがとうございます。うん、ありがとうございました。来月は何のやつだろうね。じゃあちょっと壇上を読みますね。13位からか。13位、西 NP さん。12位、原子さん。11位、まさひろさん。10位、もうすぐクリスマスさん。本当だ、クリスマスだ。9位、はじりこさん。8位、ケイティさん。7位、若月さん。6位、ハイテンションユーさん。5位、タキヨンさん。4位、ジンさん。3位、マート楽天さん。2位、サイちゃんさん。1位、ポンタさんでした。ありがとうロブでした、はい、これでちょっとトロブの料理ができるんだぞっていうのも証明できたんじゃないでしょうか。イエイ、ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も見に来てくれてありがとう。ここにもご飯を作っていただきました。ごちそうさまでした。うん、ありがとう皆さん、今日も配信を見に来てくれてありがとうございました。最後にカーラーを取って、そうですね、じゃあこの配信中ずっと巻いてたカーラーを取ってお別れしましょう。はい、くるーん、はい、こんな感じに巻けました。前髪、前髪はいい感じにくるくる巻きです。はい、コッコちゃん、はい、コッコタンを持って最後、はい、コッコタンは洗い物してくれました。また卵焼きの。はい、じゃあ、はい、以上トロコッコでした。イエーイ、イエーイ、またねー、またね、バイチャッポー、バイチャッポー、トロは卵焼き得意だよ、作ってよ、卵作れるよ、作るよ、油引くよ、ちゃんと。それアリちゃんでしょ、それアリちゃんでしょ。くにゃーん、じゃあねー、バイバイ、はい、切ります。3、2、1、バイバーイ、おもろい。はい、さようなら。